ASP-DS とは、富士通がかつて独自に開発していた GP7000D シリーズと一部の GP7000 シリーズ用のオペレーティングシステムである。ユニックスのシステム、V リリース4をベースに独自拡張した OS で、ドライバルはカーネルにリンクする形を採用している。名前の由来について、ASP はザユニックスプロダクトから DS は、 リリース時にターゲットした機種のモデル名から ASP-DS は CDE のリファレンスプラットフォームだった。1991年9月、富士通はスパルクプロセッサを搭載し ASP-DS オペレーティングシステムを実行する DS-97000 シリーズのワークステーションとサーバーを発表した。1995年5月に発表された DS- 97000シリーズ最上域 7800E、7900E 向けには、沼による分散共用メモリ方式の拡張が行われた。1998年、富士通の新しい GP7000 シリーズは3つに分割された。S シリーズは ASP-DS を実行する以前のシステム。D シリーズは ASP-DS を実行する新しいシステム。F シリーズは ソラリスオペレーティングシステムを実行する新しいシステムである。ソラリスを実行する GEP7000 回は富士通のユニックスサーバの後継ラインの基礎になった。1999年 DS-97000 シリーズの ASP-DS はコモンデスクトップエンバイロメントの参照プラットフォームの一つだった。ASP-DS の西暦2000問題対応は 特定のバージョンレベル及び修正版数で行われた。2000年に富士通がユニックスサーバーの新しいプライマパワーラインをリリースした時オペレーティングシステムのオプションとして使用できるのはソラリスだけとなった。2004年4月1日の GP7000D シリーズの終焉をもって ASP-DS は第一線からシリーズくこととなった。バージョンの付け方は 富士通方式の VXXLXX であり、モデルによって OS のバージョンアップに制限があった。GP7000D シリーズの特性から A シリーズの SXA や FMG シリーズの SXG などからのアプリケーションを意識した機能も盛り込まれている。また、3マイクロシステムズのソラリスからのアプリケーション移植を意識して一部ドライバに 互換ファンクションが用意されている。ありがとうございます。